はい、皆さんこんにちは、ムーンと申します。今回はですね、ポケットモンスターサンムーンのですね体験版が配信されましたので、そちらをやっていこうと思います。はい、ちょっとムーンがねムーンをねやるって感じなんですけどね、サンムーンはもうすでに予約していて、一応ね両方とも買うんですけれども、実況でもやるつもりでおりまして、でその時はねムーンをやろうと思っております。はい、いろいろねアローラの姿とかね、Z 技とかの本気を出すカビゴンとか、いろんな、ね、要素がね追加されておりますが、はい、で体験版ではね、どこまで明かされるのかっていうのを非常に楽しみにしております。ということでやっていきましょう。どの言語で遊びますか？日本語ですね。はい、でゲーム始めましょう。お家から出て、今回ハワイがモデルなんですっけ、確か。あ、そうそう、男の子の主人公ですね。お、エアメールだ。サンへ手紙を読んでいるということはアローラ地方に到着だな。引っ越しお疲れ様。君に託したポケモン月光が元気かい。あいつは熱いのが好きだからな。熱いアローラで熱いポケモン勝負を頼むぜ。あ、今回も引っ越してきた設定なんですね。書き忘れたのか、手紙にも封筒にも送り主の名前は見当たらないようだ。体験版には男の子固定なんですかね、主人公。さあ、市役所に行きましょう。引っ越し届けを出さないとね。あー、すごい。お、ハウオリシティショッピングエリア。こういう南国に住んでみたいな。引っ越しの手続きって大変なんですね。私もね最近引っ越しの手続きやったんですけど、転出とか転入とかね、いろいろ年金とかね手続きがあって。さあ、アローラ地方では挨拶もアローラなのよ。アローラ、引っ越しの届けを持ってきました。アローラ、どれどれ、関東地方からいらしたのですね。あ、もともと関東なんだ。へえ、なるほど。手続きにお時間がかかります。少々お待ちください。はい、よろしくお願いします。ほう、慌てず急がずまったりしましょうか。ママ今回ちょっと日焼けしてますね。わあ、すごい。あ、動ける動ける。へえ、そうか、やっぱりハワイもアロハですもんね、挨拶。で今回はアローラ地方ということまで、アローラってことですね。アローラ暑いからね、水タイプの技浴びたいね。あ、気持ちよさそう。水浴びいいですね。皆様が安全にポケモンライドできるように道の整備をしなくては。あ、そう、今回ポケモンに乗れるんだっけね。ね、慌てず急がずまたしましょうか。そうですね。なんだっけ、XY の時もサイホーンに乗ったりとかできましたけど、ね、それも結構楽しみだったりする。はい、驚きに満ちた素敵な場所にありますよね。ありがとうございます。よいしょ。アローラ見どころたっぷり。市役所の外には驚きがあるから探すといいぞ。これは外に出ていいってことかな。あ、怪力だ。チッス、元気しとうや。ドーンねえ、私ベトベターとベトベトのアローラの姿に驚愕したわよって。あ、君はハウっていうの。ねえねえ、君さんっていうの。よろしくお願いします。俺ハウ、よろしくね。じいちゃんに頼まれて市役所に来てよかったよ。だって君に会えたもんね。ハウくん、さんをよろしくね。さんのお母さん、俺ハウ、よろしくね。はい、アローラ。いいね、ちょっとアローラって挨拶が流行りそうな。流行んないか。ねえ、まったりもいいけど街を探検するのはどう。はい、あ、案内してくれる。ノリのいい男の子ですね。楽しんでらっしゃい。いや、引っ越ししてすぐに友達できるとか、すごい恵まれた環境だと思うよ。ムーンさんはね、転勤族だったのでいろいろ引っ越ししましたけど。あ、いやいや、お前アローラの匂いがしねえな。あ、これ今回の悪役ですよね。よそ者ですか。だったら珍しいポケモン持ってますか。あ、スカルダンだ。そうそう、スカルダン。人のポケモンは悪いやつだよ。
悪くねえよ。人のポケモンが気になるだけのお茶目な連中だっての。というわけでお前らが持ってるポケモンくれないですか。なるほど、スカルダンだからね。友達とも言うべき大事なポケモンあげるわけないよ。それなら力づくだぜ。やばい、サムポケモンと一緒だよね。だったらポケモン勝負だよ。お、じゃあやっちゃいましょう。早速戦える。今回さ、なんかさ Z 技とかなんかポーズがちょっと面白いよね。なんかでかっこいいというよりちょっと面白い方向に走ってる気がするんだけど今回。あ、スカルダン、よし。お、ヤングース、おー、この子もね、今回新作のポケモンですよね。で、やばい、月光ガと、あーすごい、わー下画面見てください、すごい。そうさ、なんか今回さ、なんかさ原点回帰でもないけどさ、あのなんか初代の時みたいにね、こうあの縦にあの技をね選択する形になってるんですよね。そう、ということで何でしょう、ツバメ返し、あ、レベル差で全然勝てますね。いや、月光河は XY の時に使ったな。よいしょ、よし。終わりですかって。ゲゲー、こいつ強すぎじゃないっすか。二人で勝てなきゃ意味ねえよ。お前ら覚えてろよ、姉さんに言いつけるからな。お、姉さんって誰だ。ポケモンと力合わせれば怖いものなんかないよね。サンのポケモンって月光河って言うんでしょ、かっこいいよね。ついてきてポケモンセンター案内してあげる。俺のポケモンも元気にしてあげたいしさ。よし、おお、こう歩くだけでも楽しいな。お、まだ、あ、B ボタンで走れますね。お、こんにちは。あ、サニーゴ、いいね、ちょっとアローラ地方っぽいサニーゴ。サニーゴかわいいよな。よいしょ、皆さん、あのアローラの姿で一番びっくりしたのって何ですか。まあ、ナッシーもねだいぶびっくりだよね。ハオリシティで、ここが市役所か。他の施設は入れないんでしょうかね。ベトベターとベトベトンが私はもう強烈すぎてびっくりでした。お、ここなんだろう、ここは。いやーいやーいやーやどん、かわいい。よいしょ、これ何のお店だ。あ、マラサダ、わあ、マラサダ、やっぱね、ハワイのお菓子ですよね、マラサダ揚げドーナツ。サニーサニー、マラサダ危ないわ、だって食べ過ぎたら体重がどうなるか分かるわよね。そう、あれはカロリー爆弾だよね。ドーナツ自体もカロリー爆弾だけどね、揚げてる上に周りにね粉糖がたっぷりかかってますからね。よいしょ、うん、おお、サーターアンダギーとかも私大好きなんですけど、あれはねカリカリしてて美味しいですよね。お、ここは警察署、交番、ライドポケモンに怪我させないで、ここも入れるな。よいしょ、怖い顔が大人気のポケモン、グランブルのぬいぐるみ。おお、君が探してるのは腕利きのおまわりさんかい、それともおまわりさんサポートしてるポケモンかただ立ち寄っただけですって。よいしょ、過去、あの過去作のポケモンもねたくさん出てくるの嬉しいですよね。新たな姿になったりとかね、あのタイプが追加されたりとかね、今回は。よいしょ、ではね、もうねムーさん、いろいろあの一応ねポケモンはね全シリーズやってきてるんですけどね、もう覚えらんないね、年の影響もあってか。さあ、ポケモンセンターここだよ。お待たせしました、すまんな。はい、よいしょよいしょよいしょ。そうなんですよ、あの私つい最近前にあの第4世代あのポケモンプラチナですねをね、あの生放送でやっててですね、そう、そこでね、あのよく聞かれたのがね、サンムーンは実況するんですかって聞かれたんですけどね、あのやる予定でおります。はい、そうなんですよ。そうね、サンムーンのね前哨戦として、あのポケモンプラチナとか、あとポケモンの青かのね実況をやったので、はい、あの始めた際はねどうぞよろしくお願いします。お、これは地元の人にも、あ、それはアローラ観光案内所。はい、
ロラが10歳になって島巡りの儀式に挑むんだ。あーで今回島巡りの儀式に出るのかな主人公。あーヤドンがたくさんいる。ダルンダルン、ここで行き止まりか。オッケーオッケー。よいしょ、11歳とか何年前の話かしら。よいしょ。アロラ地方にはそれぞれ趣が異なる4つの島があるのよ。今回ねその島巡りをねするみたいですね。外は暑いから建物の中で一休み、引き返る。あーいいね。よいしょ。最近にあのファーストフードに行くと飲み物をね L で頼んじゃうね。もうねなんかね食べ物より、ね、飲み物が大事になってきて。もう天才ゴルファーカヒーリーさん、ポケモン勝負も強いのは今世界に挑んでいるけどいつか帰ってきてほしいわ。へえ。ここは喫茶店っぽい。君が連れているポケモンって結婚がでしょ。アローラでは見かけない珍しいポケモンよ。あ、そうなんだ。ふん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 。最近私の家の近くにモスバーガーがあるんですけど、あのウーロン茶のね L をね頼んではねあっという間に飲んじゃうっていう。そう、よしポケモンセンター入りましょう。うん、受付のお姉さんに話せばポケモン元気にしてくれるよ。それか傷薬を使えばポケモン元気になるよ。ソーダさん、俺のいい傷薬あげるね。ありがとうございます。1個700円もするのにいい傷薬ありがとうございます。よいしょ。さて次はどこに行こうかな。あれ、案内しただけか。じゃあ普通に回復はできる。おう、よし、今回回復はどんな感じになるのかな。エフェクト、おう、すごい、なんとなくすごいって思った。すごいすごい。よいしょ、やん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 。おお、でここが、あ、ここはフレンドリーショップね。今回も併設されてる感じなんですね。うん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 。ここがカフェスペースのマスターは最高の材料を求め世界を旅しているので1ヶ月もすれば戻ってくると思うんだがね。カフェ、これも使えるようになるんでしょうか。出ますか。うん。おーい、ハウ、一緒に言うのは誰だい。あー、ククイ博士さんだよ。関東地方から海を越えて引っ越してきたんだって。おー、そいつはすごいぜ。福井博士、おお、なんか若いな。で脱いでるな。脱いだ上から白衣とか。福井博士はポケモンの技を研究しているんだ。そう、自ら技を受けて威力を確かめたりしてね。お、なんかあれだな、あの進撃の巨人のハンジさんを彷彿させる。そうだ博士さんを鍛えてよ。おいおい、弟さんにどうしたんだよ。ハウ、さっきスカルダンに絡まれて大変だったんだよ。そうだね。お、試練に挑む。試練とは何でしょうか。聞いておきましょう。アロラ地方の風習にね、トレーナーとして鍛えるためポケモンと仲良くなるため少年少女が挑むんだ。テンカラットヒル、テンカラットヒル、あっち。お、テンカラットヒルにおじさんが連れて行ってくれるよ。はい、いきなり試練を受けることになりましたが、博士といえば大木戸博士のご親戚が今回出てくるみたいですよね。よいしょ。変な親父に頼む。ちょ、危なくないかい。はい、じゃあお願いしましょうか。いきます。試練ってなんだろう。よいしょ。お、野生のポケモンは草むらから飛び出す。君はポケモントレーナーだから月光河というパートナーのポケモンと一緒に戦える。逆に野生のポケモンと出会いたくない時は草むらを避けて歩くといいぜ。それじゃ天からとヒューの奥で待ってるからね。はい、うーん、でもね、いろいろポケモン見たいから入りましょう。さあ、あ、ツツキラ、おお、かわいいな。よいしょ。水手裏剣でちょっと
いいですね。よし、ナイス。あー、かわいい。よいしょ。はい、そう、なんかいろいろね、サンムーンのね、最新情報はね、チェックしたりチェックしてなかったりね、まちまちなんですよね。お、クコイ博士は試練の場所にドラゴンタイプのポケモンがいると言っても隠れているからね、探さないと見つからないだろうな。そうなんだ、ドラゴンタイプ。よし、さあ他には、お、あ、イワンコ、これは見たぞ、情報でイワンコ。はい、お手してあげたい、お手って言いたい。よいしょ、辻切り。あ、もう結構もう15分超えちゃってますね。よし、じゃいろいろ野生のポケモン何が出るか見ていきましょう。あ、女の子がいる。トレーナーじゃないよね。あ、トレーナー。お、ポケモントレーナー同士目と目が合ったら勝負の始まり。あ、この子ね、この子がトレーナーね。で、この子は違うのかな、女の子。はーい、特にアイテムが落ちてる様子はなく、じゃあどうせならバトルしに行こうか、この男の子に。よろしくお願いします。よし、来た。はい、短パン小僧かな。あ、やっぱりエフェクトがちょっとかっこよくなってるね、いろいろ。あ、イワンコさっき戦いました。よっしゃ。あ、すごい、なんか効果抜群とか出るんだ。へえ、今一つ。へえ、効果あり。へえ、おお、すごい、今回これ分かりやすいね。へえ、これなんかネット対戦の時とか役に立ちそう。よいしょ。時々さ、なんかタイプの相性とか分かんなくなるんですよね。あれ、なんでさっき多めに経験値もらったんだろう。効果抜群だともらえる経験値増えるのかな。それ今までなかったですよね。よいしょ、ちょっと分かる人いらっしゃったらコメント欄で教えてください。ちょっとチェック不足ですね。よいしょ。お、テンカラトヒル。あれ、ピカはいる、もしかして。あ、ピカがいる。さあ、待っていたぜ。では試練の説明をしよう。テンカラトヒルにはジャラコとジャランゴというポケモンが4匹いる。彼らはすべて撮影するのが僕の試練だぜ。ということで、撮影のためにポケファインダーを渡すぜ。おお、おお、すごい。ポケファインダーがあればポケモンがいそうなところで撮影ができるからね。ピカチュウ。あ、ピカチュウ大谷さんなんだ、声。僕のピカチュウは強いぜ。君の月光河に負けず劣らず頼れるからね。力を合わせて試練に挑んでくれよ。あー、かわいい。あれ、なんかピカチュウ、なんかぬいぐるみっぽいんだけど、見た目かわいい。力を貸してくれるピカが。まずはジャラコを探そう。近くに隠れているはずだぜ。ジャラコ、試練開始。はい、近くに隠れてる。んー、あ、ここよりは、ここより、あ、ごめん、出ちゃった。あれ、この辺にいるんだ。よいしょ。なんかさ、こういうなんか穴っぽいところから、あ、ここか。ポケモンの気配がする。はい、あ、面白い。うん、スライドパッドでカメラの向きを変えられるろ。あ、ロトムか。いろいろなアングルで世界を見てみろと、ベストな瞬間を捉えた R ボタンで撮影。1回の撮影で6回までシャッターを切れるろ。切れるろ。じゃあ、真ん中にジャラコを合わせて、で、R で撮るのかな。おう、ジャラコは興奮してさんに襲いかかってきた。あー、ごめんなさい、許してください、ごめんなさい。おう、はい、戦いましょう。水手裏剣かな。そう、ジャラコってなんだっけ、あれドラゴンだっけね。ねえ、やばい、なんかツイッターにね出てたんですけど、情報が。
申し訳ないですが覚えておりませぬ。よいしょ、はい。おお、かっこいい、やるねー、さすが月光が。よし、322。まず1匹撮影成功だね。ごめん忘れていたよ。ジャラコたちは撮影されると興奮して襲いかかってくる。しかもドラゴンタイプでね、手強くて硬いんだよ。君には月光が僕のピカチュウもいるから平気だろうけどね。よし、じゃああと3匹か。オッケー。あ、どうせならピカ使うか。ピカ。よいしょ。あ、ちょ。あ、でも強さ見たい。呪文棒と叩きつける鳴き声アイアンテール。なるほど。で、レベルは40。強っ。強い、月光がよりも強いやん。よいしょ、こうかな。よし、じゃあちょっとピカを使いましょう。さあ、あと3匹取っていこうと思います。どこにいるかな。おっ、あそこにいる。臭い。さあ取っちゃおう。はい、これなんかさ、どうせなら取るならなんかズームとかしてね、可愛く撮りたいけどね。オンってなんだ。これオンとかオフってなんだろう。あ、これあれか、あのジャイロ動かすか動かさないかって話か。お、よし取ろう。はい、よし来たぞ。ジャラコだとジャランゴだっけね。進化系のコモ取んないとダメなんですね。ピカー来たー。ピカー、じゃあ行きましょう。今一つ効果あり、効果あり。じゃあアイアンテールでね、サトシのピカチュウもアイアンテール使いますしね。よーし、あ、一発では持ってかない。かわいい。よいしょ、うんうん、ナイス。やっぱピカチュウってなんかあの日本を代表するキャラクターになったよな。よし、おまだ撮影できるポケモンがいる。あれ消え去った。ジャラコの気配は消え去った。お、ここでピョンとして、穴ないか。穴、ジャランゴ、ジャランゴ。あー、でここで出ちゃうのか。うん、あと2体なんだけど。よいしょ、臭い。さあ取りましょう。はい、面白いな。なんかポケモンスナップを思い出しますね、これ。あ、いた、めっちゃ速いんだけど。なかなか、あー難しい。お、取れたかな。よし、おお、なんか腹筋割れてますね、ジャランゴ。さて、効果は今一つだけど、あ、今一つじゃないか。お、10万ボルト通る、普通に。いけ、バリ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 。レベル30で強いですね。ああ、わあ、効くなー。よいしょ、いいよいいよいいよ。あ、素早さが下がる。はい、よいしょ、ほい。よし、あと1匹だね、ジャランゴ。ポケモン3匹撮影した。あれ、これはこれで終わりだっけ。あれ、4匹撮影しようって言ってなかったっけ。なんか叫んでる、あっちの方だな。よいしょ、やばいな。なんか新要素がたくさんあるから、実況のね間でやりきれるかってね、全部ねできるだけいろいろやっていきたいけどね。ポケモンの気配がする。はい、さあ、あ、いる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 じゃん、いるじゃん。あ、なかなか、おう、ん、なんだなんだなんだ、え、なんか襲ってきやがる。あ、なになになに、勝ち。
じゃらんごが勝負を仕掛けてきた。あ、なんか光ってる。あ、え、オーラをまとい特防が上がった。あ、これ特性かな。ピッカー、ちょっと待って、なんかドラゴン格闘それ以外見れないか。ふんふんふん、まあいいや、やっていきましょうか。効果あり、アイアンテール。あー、う、あー怖い、身軽になった。あ、ねえねえ、仲間を呼んだ。え、来る来る。あ、言わんこ。ほほほ、ちょっと強いジャランゴかな。よいしょ、先に倒したいね。あ、てかレベル36なら強いな。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。おお、またボディーパージ。ないない、正体見、あ、ミヤバル使ったのね。はいはい。お、いや、ちょっとジャランゴから倒したいけどやばい。あ、あ、お、よし、オッケー、ナイス。よし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 、わあ、ひるんでる、ひるんでる。よいしょ、ちょっと効果ありの叩きつけるもあんまりあれですよね、成功率高くないんですよね。あ、ほら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 、あ、よしよし、不幸中の幸い、不幸中の幸い。あー、あー、よいしょ、どうせならピカで倒してほしいけど、お願い当たって。はい、よし、来た。うん、またボディーパージ。あれかな、今一つだけど、とあれかな、タイプ1の方がいいでしょうかね。あ、ちょ、イワンコはあまり考えなくてもいいね。ちょっとジャランゴが強い、レベルが高い。当たってください。おー、あとちょっと。ああ、よかったよかったよかった。じゃあちょっと最後はあれだな、確実に倒したいから、ちょっと10万ボルトで。よいしょ、はい、ちょ、今一つですけど、 OK。 あ、よかった。じゃあ最後はこの子だね。今の子なんかさっきから遠吠えしかしないから、そこは助かった。じゃあアイアンテールで、あ、ちょっと待って、ちなみに岩子って、そっか、岩ってついてるから、やっぱ岩タイプか。おお、岩タイプ一つだけなんだね。だからアイアンテールが効果抜群なのか。よし、あー、お疲れ様でした。あー、かわいい。ピッカー、互角かな。虫ポケモンに勝つなんて、さん、君たちはすごいぜ。虫ポケモンを含めて4匹のポケモンを全部撮影できたようだね。支援達成だね、さん、おめでとう。ゼットリングをプレゼントするよ。ゼットリング、おお、これゼット技のやつか。もう一つゼットクリスタルも渡すぜ。電気 Z、 Z リングと Z クリスタルがあればポケモンのすごい技、その名も Z 技が使えるんだぜ。3、あ、追っかけてきたな。あー、 Z リング試練を達成したんだね、おめでとう。俺からも試練だよ。あ、あちら何、あ、また来た、スカルダン。お、 Z 技を出して終わりかな。さんに傷薬をあげたの忘れてて、ここまで逃げてきたよ。姉さんいました。あ、おお、なかなかにパンクですね。あたいはプルメリ、スカルダンの幹部さ。あんたがさんだね。なるほど、なかなかやりそうなトレーナーだよ。姉さん、俺たちの敵取ってくれないんですか。姉さんに見捨てられたら俺ら踏んだり蹴ったりですよ。任しておきな、可愛い子分の恨みを晴らすのもあたいの仕事さ。
大丈夫、ピカチュウで Z パワー使えるようにさ。おお、ただし勝負の間は使えない、一度きり。下校が水手裏剣お見舞いするかい、それとも Z パワー使いピカチュウで戦うかい。いやそれはもうピカチュウでしょ、ピカ様に決まってます。アドバイスをするな、負けた時のことを言ってあげな。シャキン、 Z パワーで値の愛しいポケモン倒せるのかい。おお、それはもう Z 技みたいですもん。これあれなのかな、あの月光河だとはまた違ったのかなね、バトルポケモンね。私入れ替えちゃったからピカチュウと。おお、プルメリタン可愛いんだけど、パンクって言ったけど結構可愛いんだけど。おほらあった、いいじゃない、相性は抜群ですね。いいね、よし。ごめんなさい、ちょっと30分超えちゃったけど、そろそろ。お、Z パワーね、スパーキングギガボルト、かっこいい、名前がかっこいい。あ、そうそう、このダンス、このダンス、このダンス、そうそう、 Z 技のこれがねちょっと面白くってね。はい、ピカチュウが解き放つ全力の Z 技、スパーキングギガボルト、いけー。あ、なんか、あ、口から電気を吐いておりますか。消し飛びました。あ、4320円とか美味しいな、さすが幹部お金持ってる。ありがとうございました、いい練習になりました。3とか言ったっけ、あんた大したもんだよ。ただし次はこんなもんじゃないからね、今度また会えるのを楽しみにしてるよ。あれ、なんか結構今までの悪役と比べるとちょっといい人な感じが。お前アローラに来たばかりだろ、姉さんないの優しさだよ。あれ、姉さん待ってくれないですか。あれ、あー、ピカチュウ頭に乗ってる。はい、ピカチュウも試練の手伝いお疲れ様。あー、もうこの子欲しい。なんかピカチュウのこのなんか目のグラフィックがちょっとなんか残念な感じがするんだけど、これ治るかな。ふんふん、あー島巡りね。あ、試練が終わったらマラサダショップに案内するね。あー、いいな、マラサダ、ありがとうございます。お店のマラサダ全部食べる。はい、お、あー、あ、かわいい、やっぱ女の子の主人公かわいいよね今回ね、ニット帽かぶって。おお、あ、かわいい子いた、え、かっこいい。いやー、ますます楽しみになったな。よし、製品版にはさらなる冒険が君を待ってるよ。はい、ということでやってまいりました、ポケットモンスターサムーン体験版ね。11月18日もうあと1ヶ月ですか、来月にはね発売して、私もあの実況をねできたらやりたいなと思っておりますので、はい、では引き続きあのよろしくお願いいたします。はい、今回ね、あの体験版なんですけどね、また1ヶ月後にね動画でお会いできればと思いますので、はい、ぜひあのね楽しみにねしてくださる方がいらっしゃれば嬉しいなと思います。はい、ちなみにサンムーンでね最初に選ぶポケモンは、はい、決めてます。というかね、まあ、あのポケモンをねやる上でね、私ね必ず一番最初のポケモンはねこのタイプっていうのはね自分の中では決めてるんですけれども、はい、ちょっとニックネームとかねまたねつけてねちょっと面白おかしくやっていきたいなと思っておりますので、はい、ではあの製品版の方ね実況始めた際はよろしくお願いいたします。では動画は長くなってしまったんですけれども、最後までご視聴いただきありがとうございました。